はい、皆さんこんにちは。リナです。タカです。ヘイキブログです。本日は BMW M4 を借りてドライブしてます。あの今から63キロまっすぐ走るからちょっと喋る時間があって、ちょうど今車に乗って BMW 借りてるので、まあ、日本とドイツ車文化の違いみたいなところを動画にできたらなと思って、なんかあの考え始めると、うん、考えれば考えるほどいろいろなんか全然違うなと思って、あと私たちは行ってないところもコメント欄に入れてほしいです。はい、そうですね。はい、まずは今タカが加速したけど、日本は何キロまで加速していいの？ドイツだったらマックスは？マックスはなし。マックスはなし。すごいよね、アウトバーン。速度無制限だからね。そう。世界で唯一の国だよ、ドイツ。危ないけどね、あんなスピードで走ってたら。なんか一回さ、ドイツで行った時、友達の車に乗せてもらってさ、200キロぐらいまで出した時あったじゃん。うん。もう正直怖かったからね。ワーゲンのフォローかな。フォローは。で、200キロ出して、ボーッ。出すべきじゃない車だったけど。だってさ、その200キロ出して走ってた時も普通に横の車線からポルシェとかがポンって抜いてくからね。そうそうそう、多分250キロぐらい出てると思う。だから本当に恐ろしい世界ですよ、アウトバーンは。もう素人が運転したらあかん、あそこあかんあかん。でもドイツに行ったら日本みたいに全部の車がオートマじゃなくて、うん、はいはいはい、みんなマニュアルなの。そうだよね、レナのお父さんとお母さんの車も両方マニュアル車だもんね。そう、だからそこって日本とめちゃくちゃ違う文化だよね。なんでなんだろうね。ドイツ人の考え方は、うん、それって一番楽しい走り方みたいな。みたいな。だから世界一周した時も最初イギリスでレンタカーしたけど、サッカーめっちゃ下手だったよ。一瞬だったじゃん。あの地下の駐車場から出れなかったじゃん。エンストしまくって。動画見直してみてください。僕のミッションの運転レベル。大笑いだよ。だから世界一周中にいろんなとこでレンタカーして、それこそ何回かミッション乗ったから、もう今は普通に乗れるけど。いや、他の大きな違いは、私は初めて日本に来た時にカルチャーショックがあったよ。うん、車に関して？車に乗って、前にテレビが置いてあった。ああ、カーナビにテレビが映る。え、それないんだ。危なくない？危ないよ。そんなさ、テレビこうまじまじと見て運転しないじゃん。いや、危ないと思うよ。あ、でもドイツだとテレビ見えないんだ、車の中で。ないないない、危ないよ。だから200キロでテレビがついてたら。確かに。だってよそ見してる瞬間にすごい進むもんね、200キロ走ってたら。あともう一つの私の疑問があるんだけど、日本人はいつも車をつけっぱなしのことはめちゃめちゃイライラする。エンジンを切らないってこと？そう。あ、止まった時に？止まってコンビニに行くとか、もう普通に車がブーン。ドイツ人はすぐ切るんだ。いや、すぐ切るよ。それは何？排ガスが出るからってこと？環境に悪いからすぐに無駄をしないで切ってください。俺が例えばドイツに行って、でエンジン切らずに路上駐車して、うん、なんか携帯とか触ってたら怒ってくるの？怒ってくる。おいおいおいってことはあるよ。マジで怖っ。うん、でも一番日本に多い車のタイプは軽自動車でしょ。ああ、軽自動車だね。何をそんな速く走ることがあるの？ちょっと前が空いたので加速してみました。軽自動車の話をして、ドイツにはないよ。ああ、それよく聞くよね。軽自動車って日本が、うん、まあ、唯一の文化というか。いや、でもあった方がいい気がするよ。一番コスパのいい車じゃないの？でも海外はさ、道がそんな狭くないからさ、そんなちっちゃいコンパクトな車求められてないんじゃない？まあ、あとはアウトバーンとか走れないじゃん、軽自動車じゃん。あんな遅い。それだけだよ。危ない。それだよ。なんで軽自動車って海外で売らないんだろうね。なんで輸出しないんだろうね、海外に。あってもいいのに。全然輸出してもいいと思うけど。確かに軽自動車は全然違うね、日本とヨーロッパだと。ちなみに、うん、もう一個、いつも思ってるんだけど、踏切を渡るときに日本のルールを教えて。おお、踏切前で一時停止して右左レッツゴー。違うよ、窓も下げて音を聞くべきだよ。やばいよ、ドイツのルール教えてあげようか。いや、びっくりしたよ俺。ゆっくり
渡る以上。そう、一時停止しなくていいんだよね。しない。初めてドイツ行った時にびっくりしたもん。基本的になんか30キロぐらいまで下げてくださいみたいなサインがあって、でも止まんなくていいんだもんね。止まんなくていい。逆にさ、安全を期してさ、止まってさ、窓を開けてさ、こう確認してるドイツ人もいんのかな。いない。踏み渡る時に。いない。そんな人はいないのか。何も気にせずに行った瞬間バーンって跳ねられて、えらいことない。私の学校の友達が死んじゃったよ、うん、それ。え、跳ねられて、はい、電車に、はい、車で、はい、じゃあやっぱ止まった方がいいじゃん。それ学ばないと、ドイツ法律変えないと。こうはやっぱ止まった方がいいじゃん。で、最後に、はい、日本の車、うん、めっちゃ音をしない？左に曲がります、左に曲がりますみたいな。ああ、トラックとかね、バックします、バックしますとかね。ドイツの車は、車は音しないし、あと、救急車とかも。え、救急車音しないの？まあ、あれはするよ。ピュー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 はするけど。あ、ピューピューピューじゃない。え、ドイツのさ、救急車の表現の仕方、ピュー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 なの。なんでしょうね。なんていうの、ドイツ。ピープ絶対嘘や。なんだそれ。いや、わかりません。車だけじゃないよ、日本に何でも音をするよ。信号も音する。本当にノイズノイズだらけだよ。まあ、確かに。電車が来た時にも音楽を鳴れるし、駅のホームでね。もうなんか日本はもうノイズノイズノイズだよ。日本うるさいよ。本当に海外に行ったらなんか静かだなって思っちゃうよ。あー、トゥーマッチインフォメーション。まあ俺からあるよ1個、日本とドイツ車の違い、明確な違い。はい、パワー。日本車って別にパワー全くないじゃん。120キロしか走れないなら別に、まあ確かに別にね、500馬力の車とかいらないもんね。パワーと音。まあアメ車も気持ちいいし、イギリス車もね、ジャガーとか特に。でどちらかというと日本車ってさ、より静かに走ろうって感じじゃん。レクサスもそうだけどさ、車内めちゃくちゃ静かだし、アメリカは荒々しいじゃん。ドイツ車はパワフルにじゃん。日本は繊細に静かに、おしとやかに。国民性が出ましたね。出ましたね。皆さんは他にここは違うだよっていう意見がありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。海外でね、レンタカーしたことがあるよとかっていう人はね、いろいろ気づくポイントあると思うんでね、うん、ぜひコメント欄でシェアしてください。はい、ではこの動画をここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。また次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。